ワシントン。Mysterious flashing red lights were spotted from the White House on Sunday night, and social media has lit up with plenty of wild explanations. TV cameras regularly positioned on the White House caught the red strobe lights around 8:30 p.m. Sunday.The pulsing light seemed to be emanating from the two windows on the second floor of the residence. President Trump was home at the White House following his 9-day foreign trip. 2017年の5月の終わりの日曜日、5月28日のことと思われますけれども、ホワイトハウスの2階の窓が奇妙な光に包まれました。この時トランプ大統領は9日間の外国旅行の後、このホワイトハウスにいました。時刻は午後8時30分日曜日です。で、このパルシングライト、ピカピカ光る光はおよそ20分間続いたそうです。この光は何かということですけども、近くに救急車が止まっていたそうです。その救急車のライトを拾ったというふうに説明されていますが、本当にそうでしょうか。広志林、浜松市、ジャパン。誠にもって奇妙な光ということになりますが、アメリカの NBC の Todayという番組によればですね、この光はおよそ20分続いたそうです。で、この光について、ホワイトハウスのスポークスマンおよび US シークレットサービスはですね、何も説明していません。ただある研究者のコラムによればですね、ちょうどこの時刻に近くの公園で行き倒れの人がいて、救急車が来てその人を搬送していたそうです。まあ、それでまあその救急車のレッドライトではないかというのが一般的なものの見方のようです。それでまあ一件落着ということになったわけですけども、この光が本当に救急車の光を反射しているということになるのでしょうか。救急車はこのような光り方をするものなのでしょうか。注意深くご覧ください。救急車のライトにしては数が多すぎるように思います。本当にこれは救急車の光なのでしょうかと思っていたら、別の動画が手に入りました。これがその動画ですが、アングル、つまりカメラアングルが下の方にあるのが分かります。そしてホワイトハウスの2階の窓にそのライトが点滅しているのが分かります。つまりこの下のアングルから見上げる角度で、2階の窓に果たして公園に止まっていた救急車のライトが反射するものかということになります。角度が一致しません。となると、この奇妙な赤い光はホワイトハウスの中から外に出ているということになるのではないでしょうか。わかりやすく言えばですね、下から見上げる角度ではですね、その下に駐車してある救急車の赤い光を拾う、あるいは反射するはずはないということです。しかもその赤いライトの数が多すぎる、あるいは大きすぎるように感じます。で、もう一度冒頭でお見せしましたクリアな写真を静止画で見ていただきます。ホワイトハウスの2階です。この2階の窓がこのように点滅します。
ポーズ写真を並べてみました。これが果たして救急車のライトなのでしょうか。この窓の外に漏れ出ている光がないということは、この光は部屋の中から出ているのではないでしょうか。となるとこれは何の光かということになります。2つの動画を見比べていただきます。上の動画の中では部屋の中で光が点滅しているかのように見えます。で、救急車のライトを拾ったというふうに説明されているわけですけども、もう一つのカメラは下の方から上の方に向いてアングルが設置されているようです。となるとということになりますが、これ以上の検証は無理かと思います。ただ NBC Today の番組によるとですね、ホワイトハウスのスポークスマンもシークレットサービスも何も答えていないそうです。逆に考えますと、何かまずいことがあったのでそうしているのではないかとも考えられます。赤い光、何かありそうな感じがしましたので、今日はあえてホワイトハウスに現れた赤い光について考えてみました。 Bye for now.